おはようございます、こんにちは、えっちゃんです。おはようございますからのこんにちはってちょっとおかしいね。まあ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 、置いといて、今日はですね、月に1回とかね、私は温泉旅行にドライブしながら行くんですが、本日も私の大好きな温泉草津に行きたいと思うんですが、今日はですね、もうすぐ実はクリスマスなんですよ。はい、クリスマスをぼっちで過ごす女も一人で草津温泉に行けば癒されるし楽しいでしょうということで、ちょっと難関がありまして、まあ、この時期の草津方面雪とか凍結の可能性があるんで、あのスタッドレスというか、あのチェーンというかを購入してから行きたいと思います。では早速、まずは普通にドライブ行ってきます。ということで一応買いました。なのでこのまんまこれを積んでですね、まあ、向こうでちょっと危なそうだったら、途中止まってパーキングなりどっかで、チェーンつけていきたいと思います。はい、ということで、渋川伊香保のあたりに着きました。もうね、イニシャル D の聖地です。聖地オブ聖地、赤城山付近ですね。まあ、草津といえばね、伊香保温泉とかの近くなんで、まあ通ることは分かっていたんですが、やっぱりこのあたりに来るとね、聖地巡礼してる感があってテンション上がりますね。またね、あと1時間ぐらいでやっぱり草津には着いちゃうんで、ゆるゆるとドライブを楽しみながら休日を満喫していきたいと思います。暑いなー、雪がすごい、もう降ってます。今雪がしんしんと、すごくない？こんなに真っ白です。もうこんなに雪が降ってるなんて思わなかったんで、まあ、一応ね、あのチェーンはなんとかつけられたんですけど、あの今はね凍結もしてないし、道路自体はね全く雪もないんですけど、明日の朝がね怖いんでね、チェーンつけておきました。はい、初めてのチェーン取り付け。明日の朝はね凍っちゃうと思うんで、つけないとなっていうところで、まずはこの スパイクがついてる方を上にして、下をくぐらせて、でカチッとやる。これを手袋、ああありがとうございます、ぐらいしないと大変ですよ。はい、フックが引っかかったんで、次はこれを左斜めにずらします。で、ずらして白い点が上に来たら、これを外側に引く。よいしょよいしょ、いい、はいはい、出てきた出てきた。で、できるだけ地面に近い位置で引っ掛ける。で、はいはい、お、ついたついた。つけられた、よかった。片方つきました。もう片方頑張ってつけます。今日泊まる部屋、なぜか一人で泊まるのについんだよ。はい、ということで、一番安い部屋にしました。もう弾丸なんで、素泊まり。温泉入って寝て帰るだけなんで。でね、貸切温泉ついてるホテルなんで、早速なんですが、貸切温泉行きたいと思います。ねえ、見て見て、これ。黒電話、やばくない？黒電話なんて、見たことない人のが多いかもね、今。すごいよね。
まさかの私の部屋黒電話です。すごい。はい、ということで楽しみにしてました。貸切露天、ですね、この温泉、もちろんね、草津温泉の湯畑のお湯がこんな感じで貸切温泉で入れるんですよ。すごいよね。でね、もう貸し切りなんで一人で満喫していきたいんですけど、こちらどんな感じかな。温度が熱々だから湯煙で見えないけど楽しみだね。じゃあ早速ね、この館内着もね、浴衣でテンションが上がりますが入っていきましょう。貸し切り温泉最高、あっちー。草津温泉はね、暑いですね。非常に暑いですけど、もう私ダントツで関東の温泉だったら一番好きです。熱々ももちろんのこと、入った後がね、もうお肌プルプルツヤツヤな感じになるんだよね。私は個人的にそう思ってます。そしてですね、草津は湯畑の周りに飲食店がたくさんあるので、お夕飯はそちらで食べたいと思います。本当に私おすすめの温泉草津、おすすめポイントは本当に無料温泉とその周りにもある、ご飯屋さんとかなので、ぜひ、草津に来た方は湯畑付近にお泊まりになるのをおすすめしたいと思います。ちょっとしか入ってないのに汗びちょ、やばい。見てこれ、化粧落とす前で申し訳ないんですけど、化粧落とす前にもう発汗しすぎちゃってるんで、もうすぐに化粧落とします。化粧落として湯畑方面を散策しよう。そうしよう、やばい。貸し切りを満喫のち、化粧を落とし、すっきりした状態で湯畑でご飯と無料温泉に行きたいと思います。せっかく浴衣になったんですが、外でこの格好じゃ風邪ひいてしまうので、私服に戻ってご飯と湯畑レッツゴー。はい、ちょっと寒いかも、雪降ってるし。まあでもね、近いんで、うん、大丈夫だと信じて、意外となんか着込んでるんでね、これで行きたいと思います。Sorry, 'cause I don't care.
はい、ということでいっぱいお風呂も入って、見てください、この肌綺麗じゃない？これ気のせいかな？気のせいじゃないよね。めっちゃ肌の調子いいんだよね、お風呂入ると。草津のお風呂、温泉に入ると毎回ね、なんかこう全身なんかねツルツルになるんだよね。ツルツルしっとりみたいな。ぜひね、皆さんにも入ってほしい。本当に私は草津の温泉をめちゃくちゃ勧めたい。今日は寝ちゃいます。もうまだ0時前なんですけどね、なんと今まだ時間22時47分。早寝。まあ明日もね早起きして朝風呂したいからね、もうさっさと寝て朝風呂入って帰りはね道が混まない時間早めに出たいと思います。おやすみ。おはようございます。めっちゃいい天気なんですけど、昨日の夜はちょっと雪が降ったみたいで、今ねちょっと暖気中なんですが、親切なねこの宿の、管理人の方がもう雪はね下ろしてくれました。なのでもう温まったらワイパーでシャシャってやったら走行できますね。雪の積もり方はこんな感じ、あんまり積もらなかったな。うん、ラッキーだけどね、道路もね、全然普通に走れそう。はい、てな感じでだんだんね、ほら窓ガラスも見えるようになってきたんで、車に乗って行っちゃおう。超弾丸温泉旅行だったんですけど、しっかり朝もね温泉に入ってもお肌もツルツル。見て見て、ほら調子よくない？うん、やっぱ草津の温泉最高。天気もいいしね、ドライブしながら帰ります。ではでは、レッツゴー。Written down the words to say. It is time. I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside, baby. Got it all figured out. Wanna do this right? There's a doubt in my mind, baby. You're the one. さあ山下ったぞ。ちょっとねここでチェーン取る。これね取るのも一苦労だよ。頑張ろう。昨日ねやった時はジャッキ使わなかったんですけど、もうね使ってあげちゃいたいと思います。はい、無事に取れました。先日ねタイヤ交換ね教わったから、ジャッキの使い方も覚えてるし、やっぱねやんなきゃ覚えないですね。もう片方も取っていきたいと思います。はい、取れたよ。取れました。無事に両方取れました。残骸。はい、ということで東京まで運転して帰ります。いやーなんかいろいろ覚えたということで、もう私は一人で雪道も運転できます。まあ、ただね運転してみて分かったのが、FR は雪道危ねえ。本当にね持ってかれた。もうとにかくね今ちょっと山下って運転しただけなんだけど、ハンドルがねまず持ってかれて、外側に助手席側に持ってかれながらこうおおってなる感じも怖かったし、だから本当に雪道には向いてないんですが、まあ、東京でもね凍結したり雪の日もあるんで、そういう時はね自分でつけられるようになったということですね。はい、ということでもう本当にいい勉強になりました。帰りはねもうここからはね雪ほぼないんで、安全運転で帰りたいと思います。